どるさ。早くさ、あそこ諦めない。開けてください。脱出ボードって。正直その生きた心地はしなかったですね。まあただその出てこれた安心感みたいなのがあって、こう近くにいた家族の方と一緒にこう歩いて、こう着陸するときに結構強い揺れがあって、でこう気がついて窓を見るとこう火花が散ってて燃えていて、その後そうですね、あの停止してから1分ないぐらいで煙が充満してきて、で CA さんにこう誘導していただいてスロープから脱出したって感じになります。叫び声とか CA さんの方も結構大きい声で誘導なさってて やっぱ叫び声みたいなのはありましたが、比較的落ち着いて皆さん席立たずに座って待っていたので、スムーズに避難できたかなと思います。